アップル A12X バイオニックは Apple が設計した6 4ビット ARM ベースのシステム音ーチップである。2018年10月30日に発表された iPad Pro に初めて搭載された。A12X は A10X よりもシングルコア性能が35%、マルチコア性能が90%高速化し、 現状すべてのモバイル向け CPU の中で最速と言われている。A12X には、Apple 設計の 64bit ARMV8、A ベースの4つの高性能コアと4つの高効率コアが搭載されている。また、Apple 設計の7コア GPU を搭載し、A10X の2倍、初代 iPad の1000倍の性能を誇るという。A12X には新世代の ニューラルエンジンと呼ばれる専用ニューラルネットワークハードウェアも搭載されている。このニューラルエンジンは8つのコアを持ち、毎秒最大5兆回の処理を実行できる。A12X は TSMC の7ナノメートルフィンフェットプロセスを用いて製造され、ソートランジスタ数は100億に上る。ベンチマークソフトアンツツツベンチマークでは70万点を超える。 12.9インチ iPad Pro および11インチ iPad Pro の 1TB モデル向けには 6GB、64、256、512GB モデル向けには 4GB の LPDDR4X メモリを搭載している。12.9インチ iPad Pro および11インチ iPad Pro にはすべてのモデルで 6GB の LPDDR4X メモリを搭載している。 Apple A12Z2020 年3月に発表された iPad Pro に搭載されている A12Z バイオニックは A12X と同一であり A12X で無効化されていた一つの GPU を有効化したソックであると判明している2020年6月22日に行われた WWDC20 の基調講演にて Mac のハードウェアのインテルアーキテクチャから アップルシリコンへの移行が発表された。MacOS ビッグツール開発向けに A12Z バイオニックを用いたハードウェアとして Mac Mini の筐体を用いたデベロッパートランジションキットがユニバーサルアップクイックスタートプログラムに応募し選ばれた開発者に対してある一定期間対応される。ありがとうございます。